凌介さん、次の D の相手ってどんな人なんですか？強敵だぜ。この辺りでは峠の神様とまで呼ばれている相手だ。確実に今までで最強の敵だ。とてつもない試練になる。そこで今日のプラクティスだが、どうしたんですか、凌介さん。あの人は前にバトルした。凌介さん、お願いがあるんですが、プラクティスの前にあの人と走らせてください。なるほど。あいつとのバトルで得られるものがゴッドアームの攻略に役立つかもしれないな。よし、行ってこい、ジワラ。はい、凌介さん。 D で走ってるうちに俺もかなりレベルアップしたけど、あんたもあの時のままじゃないだ。あのバトルの続き、今ここで始めたいんだ。完敗だった。今まで D で戦った誰よりも桁違いに早い。今日
あんたとバトルできてよかったよ。俺はもっと早くならなきゃいけない。それがはっきりと分かったからな。また会うことがあったらバトルしようぜ。それじゃまたな。